CJ 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平も特別編ということで、沖縄からお送りしていきたいと思います。本日のゲストはガナハ雅子さんです。ガナさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ずっとかなりの日数を割いて沖縄の知事選挙のことを皆さんに聞いていっていまして、まあ、なかなか本土の方では知事選挙があるのは分かっても、うん、実際現地でどんな状況なのかが分からないので、まあ、今日沖縄に来てですね、現地の皆さんからいろいろお話を聞いていこうということで聞いているんですが、まあ、お聞きしますと、まあ、ガナハさんは中山さんの事務所のお手伝いをされているということで、はい、まあ、事務所の状況なんかもご存じだと思うんですけど、最近なんか公開討論会もあったと聞いたんですけど、はい、どんな感じだったんですか？公開討論会は、はい、JC が主催したんですよ。そうですね、はい、で4名出ました、うん、中山知事、はい、木名正吉、はい、尾長武、はい、下地美京、はい、どんな様子だったかって私からすると、はい、ですね、クロス討論があったんですが、はい、もう何と言いますかね、論点をすり替えて逃げていってるような印象がすごいあって、はい、尾長さんとかですね、うん、でも非常に白熱して楽しかったです。楽しかった、うん、じゃあ噛み合ってない感じなんですね。そうだったんですね、はい、うん、なんか公開質問なんかもいろいろされてて、それがなんか手元にあるということで今日持ってきていただいたんですよね。そうです、はい、これはどんな内容なんですか？これはですね、はい、沖縄21世紀ビジョンを実現する県民の会っていうのがこの、うん、あるんですよね、はい、その応援するという、はい、そこが正式に出したものなんですよ、はい、で、まあ、質問が5つあります、はい、早速紹介していいですか？あ、中身までいっちゃう、いいんですか、出しちゃって。あ、はい、大丈夫、公開質問上ですか？なるほど、はいはいはい、1つは、はい、1、普天間基地移設はいつどこへを選挙前に具体的にと、うん、辺野古基地絶対反対を表明されている、起電が、これは、尾長さんにですね、尾長さんにしたやつ、はい、はい、知事に就任した場合、はい、いつどこに移設するのかについてその具体策を選挙前に明言していただきたいっていうのか、はい、まあ、これはですね、出馬表明の時にマスコミがその同じ質問したけど、はい、具体的に言わなかったからもう一回聞いたって感じです、はいはい、それに対する答えは、答えがですね、実は5つあったんですが、はい、答えという答えはなくて、はい、記者会見を開いて、うん、なんで他の候補者いるのに、はい、自分のところにだけ質問するのっていうことで終わりました、はい、あ、答えずに、それが答えでした。じゃあちょ、あとの4つも教えてください。2つ目の、はい、はい、質問に、辺野古埋め立て反対で、はい、なぜ正々堂々と白紙撤回と言えないのか。うん、なるほどね、まあそうですね、はいはい、白紙撤回は言わないんですか？とは正々堂々と言いません。公約に入れてっていうふうに言うところもあるんですけど、はい、それは選択の一つだっていう感じでですね、はい、入れてはいないんですよ、はいはいはい、で、次はですね、捕獲対決について、はい、この方はですね、支援されてるのは共産党とか社民党って、はい、聞きました私も。この間はこの志位和夫日本共産党委員長、はい、手つないでから講演会で、はい、あーってやってる写真が新聞にも載ってるのに、はい、自分は保守だってまだ言ってるんですけど、はい、どう思いますか？いや、もうねこの間も言ってたんですけど、大阪でもね、共産党と自民党が一緒に候補者担いだりもしちゃったんで、うんうん、もう何とも言えないなというところはありますけどでも本来はでもおかしいですよ。だってイデオロギーとか政策が違うのに、もう数の理論になってきちゃう。だからとにかくこの選挙勝てばいいみたいになってしまうと、うんうんうん、もう有権者からするともう政治不信が広まる一方なので、うん、それはもう絶対にやっぱり線は引くべきだなと、うん、まあ、大阪の場合は維新の会っていうね、ちょっととんでもないところがあったんでまあそれに共闘しようということでやむなしだったんですけど、うん、いや、だからあれも禁じ手ですよね。禁じ手、はい、うん、いや、保守って言いながら共産党と組んでたら、じゃあ何が保守なのかもうよくわかんないじゃないですか、うん、はい、そうなんですよね。でまた赤旗にも持ってましたよ、応援するって。あ、そうなんですね、はい、一面で質問4、はいはい、オール沖縄について、はい、起電は何度もオール沖縄捕獲白紙を乗り越えて県民が一つと提唱されておりますが、はい、それならなぜ起電の事務所は平和誇りある豊かさを冷やみかちうまんちゅの会とうまんちゅの会の2カ所に分かれているのでしょうか、はいはい、どうしてだと思いますか？そう、分かんないです全然分かんないし、まあ、逆に言うと、まあ、オール沖縄だけどあ、なんで分かれてるんですかと、うん、まあ、一つじゃないじゃないかと、
いうことが言いたわけですよね、うん、そういう質問だったんですけどね、うん、まあ、ちょっとそれは僕ねちょっと質問がちっちゃすぎると思います。怒られるからこれ、はい、率直に今率直に、はい、そして最後の質問が、はい、基地移設に関する見解の相違について、はい、実はですねこの、貴殿は那覇軍港の浦添移設に関しては県内移設を推進しており、うん、はい、県内に新たな基地を作らせない、美しい海を埋め立てさせないという、辺野古での主張と大きく矛盾していることについて、はい、うん、明確な説明をお願いします。過去に何ですか、那覇の、那覇軍港がですね、はい、浦添に移設するという計画があって、はい、それは OK なんですよ、はい、じゃあ海埋め立てるのにいいのってなりますよね、はい、なのにそこには反対しないで、はい、辺野古は反対なんです、はい、だからその見解ダブルスタンダードでしょと言いたいわけですね。はい、まあそれはだって辺野古反対っていうと争点になると思って言ってらっしゃるんじゃないんですか。そうでしょうね。じゃあその、まあ、ちょっと今回尾長さんの質問したので尾長さんに気づくと、尾長さん何をしたいんですか。そのだって聞いてると何がしたいか分かんないじゃないですか。だって辺野古の基地反対とか白紙撤回言わないわけでしょ、うん、だから別に基地反対のために出たいとかいうわけじゃなくて、基地反対とは言うんですよ、はい、じゃあ具体的にどうするんですかっていう質問、はい、方法論どうしますか、はい、でもう一つはじゃあ今あるこの普天間基地、うん、どうするんですか、はい、そのままにしとくんですか、うん、っていうのはノーコメントみたいな感じなんです、はい、まあ、逆にね論点で逃げると、じゃあね、はい、あの尾長さんは 何がしたいんですか。いや私もそこ聞きたいんですけど、はい、まあ、経済の面に関しては、はい、なんとこの沖縄21世紀ビジョンが上等だから、はい、これを使うと、はい、やりましょうって言ってるんです。マジでとか言ってたけど、あの、はい、それで、はい、その理屈はまあ準備してあるんですよね、はい、その理屈が何ていうかっていうと、はい、この沖縄21世紀ビジョンっていうのは、はい、沖縄のみんなの意見を集約して作ったもの、はい、だから自分もその一人、うん、だから知事になったら自分もやる、はい、っていうことなんですけど、はい、で一見そうかなと思いますけど、はい、でもそうじゃなくて、いろんなこの大きいものっていろんな人が関わってるじゃないですか、はい、でもじゃあそれをちゃんと吸い上げて集約して形にするのが誰かっていうのが重要であって、はい、それが知事だったんですよね、はい、だから僕がちょっと意見言ったからちょっと参加したから、これ俺の政策っていうのは、はい、この倫理的、まあ倫理というか、まあだってだからおそらく僕も全部その見てないんですけど、さっきちらっと見せてもらった感じでは、まあだから2期の実績がある中山さんだからこういうことができますよってマニフェスト作ってるわけじゃないですか、はい、うんうん、それ素晴らしいんで全部僕はできますって言ったってできないじゃないですか。だって中山さんがの人脈なりネットワークでできることを書いてるわけで、そんなのね候補者変わって僕は全部これやりますからっていうのは多分基本的に無理だし、うん、でじゃあ争点はじゃあ辺野古だけなんですか、辺野古に賛成か反対かだけ。そうですね、はい、そうなんですよ。でも大体案は明確に示さないんですよね。そうですね、うん、はい、でもでもなんでそんな人がそこそこ勢いがあるんですか。それはですね私も不思議に思うんですけど、はい、やっぱりそのそういうなんでだろうって疑問を思うことが報道されてないんですよ、はい、あだから逆に実績があってもそれ報道してない、はい、してないからわからない、はい、で具体的な策がないけど、うん、そういう経済とか、うん、そういう矛盾してるところ報道しないから、はいはい、なんか戦ってるように見えるんじゃないですかね。あ、うん、なるほど。っていうことはやっぱりそのタイムスとか違う完全にバックにつきながら、うんうん、うまくあらを出さないようにすると、うん、まあ世論的に盛り上げてるわけですね。そうですね。でも私も最近新聞見て思うのは、はい、あの新聞って一時期はもうなんか尾長さ元那覇市長のなんかいい写真とか載せてたんですけど、はい、最近琉球新報の社説で、はい、この尾長さんを批判してるのも出てるんですよ。だ要するにそういうバックってイデオロギー強い人たちとか応援が強いですよね、はいはい、その人たちの気持ちとしては白紙撤回を公約に入れてほしいんですよ、うん、はい、だら彼らなりのなんて大義、うん、ってあるんですよ、うん、それを貫き通してないから、はい、そっち側としても見限っている感じがある、はい、あなるほどなるほど、うん、ってことはまあだから保守だみたいなイメージも向こうは出してるわけだから、うんうん、得る気があるわけですね、うん、そっちの自民党支持者からの票も取りたいということで、まあ、でかといって共産党と社民党のバックももらいたいと、うん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 、いうことで、まあ、少しでも取り込めるもの取り込みたいっていうことで中途半端になってるから、うんうん、まあ、ちょっと、革新の人たちからも中途半端じゃないかと筋通せよってなるんですね。なるほどね
でそこにその向こうの大義の御旗を立てたのが、はい、ミュージシャンの木梨昇吉さんですよ。自分は公約に入れるって言って、うん、なぜ大義を示さないのか、はい、貫かないのかって公言してます、うん、そうですね。だから私よく共産党も悪く言いますけど、でも評価してる部分もあって、分かりやすいじゃないですか。分かりやすいです、ね、政策がでこうだっていう信念はまあね彼らにあるし、それを信じてやってるわけだから、うんうん、そこは僕は違うけど認めれるんですよ、うん、純粋にこれやってますから ね、 そうですよね。そのあれにね、で僕なんかは地方の政治やってて非常にムカつくのは、とにかく数集めりゃいいって言って、それこそ中途半端に、はい、なんか政策も何にもいいから、とにかく応援してくれる人たちの言うこと何でも聞きますみたいな、で何もしないけどとにかくっていうね、そういうのが一番まあヌエみたいで、まあ正体分かんないんで、うん、まあ、一番こう立ちが悪いなと思ってるんですよ。だからそういう点で、その私お会いしたことないですけど、そのミュージシャンの、何ですか、名前、キナさん、花っていう曲が有名です、はい、そう、花、歌は知ってるんですけどね名前がね、だって読みにくいからすぐに、あのキナさんがね、なんか数字通してるっていう風に皆さんおっしゃるのは、だから今日いろいろ聞きますけど、石田さんの評判もみんなね悪くないですもんね面白いんですよ。最後に公開討論の時に最後にメッセージ言ったのは、はい、僕が知事に当選したら確か中山知事を顧問に、はい、そして、下地幹雄さんを副知事に、はい、そして小長武さんを辺野古担当って、はい、そんな言ってます。なるほどなるほど。はい、憎めない人、憎めない、うん、はい。だから選挙ってやっぱり争点を明確にしながら、私はこれでこうですとか、私はこう思うんでこうですっていうことをはっきりしていかないと、なんかで言われたことは皆さんの民意を聞きながらやりますみたいな人が一番ね、うん、どう触れるか分かんなくて、で結局その裏には利権とかなんかがあって。まあ、政治が停滞するというか、ね、うん、国民との乖離をしてしまうっていうのが一番怖いですよね。まあ、そういう点、まあもう、まあ、なんかこう強引に持っていくような話になりますけど、やっぱり2期の実績って本当に大きくて、うん、はい、まあ、それこそ今ある流れの中でいいんですよね。経済も上がって、うん、はい、教育も上がって、で観光者も増えて、うん、ね、日本も引っ張るぞって、そうで政府の、ね、とのパイプも太くて、でまあ、基地の方も大体まとまりつつあるという段階で、うん、でも沖縄県民そんなひっくり返すんですか？ひっくり返す、いやいや、そういう路線を今せっかくできてるのに、うんうんうん、ひっくり返したらだって不利益被るの沖縄県民の人じゃないですか。そうですよ、うん、だけどそれを神谷さんみたいにまだ理解してる県民が全員ではないってことですね、はい、あ、やっぱりそのメディアの影響とかですね、うん、はい、まあでも内情ね、いろいろ聞かせていただいて僕もよく分かったので、まあ、こんな番組ね、また皆さんに見ていただいて、うん、あ、すみません、最後に一つよろしいですか。はい、私はその実際にその知事とお話しさせる機会とかもあったりしてですね、はい、非常にこう人間的にもすごい尊敬できる方だなと思ったんですよ、うん、そのエピソード一つだけいいですか、はいはい、時間1分で終わらせます。どうぞ。いや、そのある日この会合があったんですよね、はい、でその1階2階で1階にその待機しに行ったんですよ、うん、で上からはその待ってる人たちがいて、で知事がいつ入る、何時に入るんだとか、しょっちゅう下に連絡が来るんですよ、うん、で我々はそのもうすぐですねとか話するんですけど、そしたらもうこの連絡とかはいいから会合を進めてってって言ったんですよ。でそれだけ聞くとなんかすごいなんていうんですかね、なんかわがままみたいに聞こえるけど、うん、実際そうじゃない。どうしてそう言ったかっていうと、僕はお願いする立場だと、はい、だから人の会合にとお願いするときは、その会合の趣旨があるから、その話が盛り上がってきて、その結論が出てきたときにお願いする人はちょっと行って挨拶して出るっていうのが筋が通ってるからと、だからやりなさいみたいな感じで。なるほど、だからわざわざ自分を待って合わす必要はないと、皆さんの会の流れのタイミングで呼んでくれればいいですよというふうに。こういう一面見るとすごいなって私は思いましたね。よくこの威張ってるとか言う人いるんですけど、はい、いや全然違いますねって、まあ、往々にしてね、政治家長くやってるとね、勘違いしてね、自分偉いんだみたいになる人が多いですから、うん、私もそれを感じることありますし、自分たちも、僕もあれですよ、副議長とかやらせてもらったことあるんですよ、議会の。そうやっぱりね、みんなからこうされるんですよね、はい、副議長みたいな感じで、やっぱそんな時にも、まあ、言っても僕なんかもたかだか30数歳のね、2期目ぐらいの市議会議員で、まあ、何も分かってないような若造ですから、まあ、そんなのがね、あんまり用意されると悪いんで、いやもう別に、まあ、今は預かってるのは副議長ですけど、でもね、別にそんな大した人間でもないし、あれですからっていう気持ちは忘れちゃいけないなっていうふうに自分を戒めたことがあって、だから中山さんは
まあ、知事はされてる、2期もされてるけど、まあ、そういう気持ちがなくなってないというか、もうありますね、しっかり持たれてる。よくまた自分がおやつ食べるじゃないですか、分けてくれるんです。それ餌付けさせるだけだよ、それは違うよ。いや本当運転手にもあげるし、はい、周りにもみんな配って、はい、もう毎回ですよ、はい、1回だけじゃないですよ、はい、いやごめんなさい、僕冗談で、冗談ですか、はい、餌付けとか、はい、餌付けとかっていう表現もおかしいです、すいません、知事に向かってこんな、あれは、まあ、あれですけど、まあ、あの関西人の冗談とけとけ、はい、はい、じゃあツッコミは今のでよろしいですか。いや今のはもう乗っちゃったんで、はい、もっとガチッとツッコまないと、はい、ということで、はい、まああの本当にあのガナさんのお人もよく分かりましたけども、まあそういう知事の政策に対して対抗する人たちが、まあ、明確な争点を出せてない中で今選挙がまあ始まろうとしているという状況なわけですね。でそこの中で、まあ、あのいろいろな左派側の批判も、その対立候補に対する批判もあり、まあ、現職に対してはこう成果なんかをね全くこう報道されないみたいな、あのそういうような状況もある中での、まあ、選が始まろうとしているということで、はい、まとめさせていただいてよいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、あとどうしても言いたかったのは、知事はいや立派な方だっていうふうにガナさんがすごく思ってるっていうのもよくわかりました。あ、よかったです、はいはい、それは伝わりだ、僕が最後変なボケさえしなければ思ってよかったですね。はい、ではまたあのまた選挙が終わってもまたいろいろつながりあると思うんで、はいはい、また CGS 来てください、はい、はい、応援してますので頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。